こんにちは、ファゴット奏者の谷川祐希です。それではリードメイキングの最終回になります。やってまいりましょう。ではですね、まず今回使用する道具なんですけども、リードを削るときの専用のこういうリードナイフというものはあるんですけども、これはあの使うのに慣れる、えー、必要もありますので、ちょっと難しいところがあります。なので今回はこのリードナイフは使わずに、 この、えー、金ヤスリを使っていいいきたいと思います使用するのがまずこの、えー、平なヤスリ平ヤスリとあと、えー、半分が平で半分が丸いヤスリか、えー、全体に三角形になってるヤスリこのどちらか一方で結構ですのでこの、えー、2種類こちらを使って、えー、削っていきたいと思います。 まずは、えー、リードを削る際は、えー、水に濡らしてですね、えー、ティップ、先端にプラークを差し込んで始めましょう。まずは、えー、今回はこの、えー、三角ヤスリ、こちらを使っていきます。まず、リードを削る上で注意する点が、まず、リードを、えー、真ん中で分けてもらって、真ん中から先端まで、あとは真ん中から根元まで、 このように分けて削っていきます。まず、この中心の部分を削って、えー、その後にその両サイドを全面的に削っていくという作業になります。で、えー、まあ、えー、削るときにこの人差し指をえ下に当てて、えー、このように削っていくんですけども、削るときのポイントとしては、えー、前に行くほど薄く削れるように、 前に進むほど、えー、傾斜するように削っていく必要がありますので、前にぐっと少し押す、えー。前に行くほど力が入るように、えー、削っていってください。そうしますと、えー、どんどん、えー、このように削りカスが出てくると思いますので、えー、真ん中から、えー、先端に向けて、まずは、えー、真ん中を削っていきます。この人差し指を 裏側に当てているのはこの削る時に力を入れた時にですねリードが割れてしまうのを防ぐために人差し指を裏に当ててますのでこれは忘れずにやりましょうある程度削れたら今度はこの両サイドも削っていきますで真ん中に比べて両サイドは面積が広いので えー、なるべく広い面を使って削るとやれやすくなってくると思います。私自身もですね、この最初の荒い削りの段階は、えー、リードナイフを使わずにこの三角のヤスリを使ってやることが多いので皆さんも試してみてください。ある程度削れてきましたら、えー、削りカスを一回取ってですね、どれぐらい削れたか見てみましょう。 まだ全然削れてないので、えー、もう少し削っていきましょうか。この覗いた時に全体的に、あの、き全体的にまんべんなく削れているかどうかというのを確認してください。わかりますでしょうか。反対側のリードに比べると随分薄くなってきました。で、この、えー、先端のエッジがですね、だいたい0.25ミ、mm、リぐらい、厚紙の厚さぐらい削っていく必要がありますので、 それぐらいの厚さになるまで、えー、こんな感じで削っていきましょう。で、削っていくとですね、リードもだんだん乾いてきますので、時々濡らしながら、どんどん削り、削りを進めていきます。削っていきます。でですね、こうやって削っていく際に、あの、前の方に行くほど、先端に行くほど薄くなるように削っていくんですけども、 この際にもちろんこのサイドの部分もですね先端、えー、に向けてあの薄くなっていくように削っていく必要もありますので、えー、先端から覗き込みながら確認するのと、えー、サイドも、えー、見て確認しながら削っていきましょうはいそれではですねこの真ん中から先端に向かってもうある程度このように、えー、傾斜するように削れていて 先端も、まあ、ある程度の厚さまで削れてきたので、次はこの真ん中から根元に向けて削っていきたいと思います。まずですね、このサイド部分の厚さ、分厚さなんですけども、この組み立てた時の半分ぐらいの厚さまでは削っていきたいと思いますので、まずですね、カッターナイフを使ってある程度削っていきたいと思います。それでは、 まあの、同様に、えー、プラークとマンドレルを刺しまして、えー、今度はこっち向けて、えー、削っていきたいと思います。この、えー、真ん中から根元に向かって、こういう風に削っていくんですけども、厚さにばらつきが出てはいけませんので、全体的に同じくらいの量が削れるように注意しましょう。削っていきますね。 で、この削るときに、ここの根元も、あのー、根元が一番分厚くて先端に向かって薄くなっていくような分厚さになってるんですけども、これが、この真ん中から根元に向かっては、なるべく繊維に,変更に平行になるように削っていってください。で、こうやって平状になったらですね、また元の位置に戻してもらって、根元にグッと、 えー、葉を当てていくと、この羽根が取れていきますので、こんな感じで取り除いてください。で、これで、えー、ある程度の、えー、厚さは減らせましたので、あとは、先ほどのように、ヤスリを使って削っていきたいと思います。まず、あの、先ほど同様に、 やすりを使っていくんですけども今度はここを平行になるように削っていきたいので真ん中から根元に向かって少し前に押すように削っていきます。こうすることによって繊維がここだけ平行になって真ん中から先端だけが細く傾斜していくという形になるようになります。 でこれを、えー、サイドの厚さが一番最初の半分ぐらいになるように削っていってください。で、えー、片面が終わりましたら同様に裏側も、えー、削っていきます。そしてですね、あのー、どうしても削っていくとこの根元のと、えー、樹皮の境目だけ少し厚さが残ってしまいますので、 えー、ここの部分をこの平らなヤスリを使って、えー、削っていきます。これはですね、えー、横から見たときに、この前、根元から先端に向かって傾斜していると思うんですけども、この傾斜が、えー、まあ、なくなるぐらいの感じで削っていきます。あんまり削りすぎてしまうと、えー、平行通りすぎてですね、こう根元だけ凹んでしまうということも 起きてしまいますのでちょっと様子を見ながらここが繊維に平行になるようにと思いながら削っていきましょう。で言い忘れてましたけどもあのヤスリで削る時はヤスリやナイフで削っていく時は基本的にはあの繊維に沿ってあの削っていく必要がありますけどもここだけはあの繊維に、えー、垂直にこの横にスライドするように削っていきましょう。 はい、ではですね、えー、根元の方も、えー、両サイドをきれいに削りました。でなぜこの真ん中から根元の間をへあの繊維に平行になるように削るかといいますとあの繊維に平行にすることによってこの辺の、えー、振動に対する抵抗があの弱くなっていきますのでそのことによってあのリードを深く加えても 根元にに近いいところででで加えてもですす。ね、もう水槽感が重くならななリードになるんですでアンブッシュアーもあの先端に近いところよりも根元に近いところまで加えて拭いた方がですねよりあの倍音を含んだあの豊かな音になりますので是非ですねこの辺りを、えー、繊維に平行に近いように削ってアンブッシュアーも先端よりも、えー、根元の方に近いように深く加えるように拭いて もらうようよに、えー、してみてみくださいで、えー、根元がですねあ,のある程度削れてきたら今度はまた先端をあの微調整していきたいと思うんですけどもこの先端の開きを見た時にこうちょっと閉じるとですねこの端から順々に真ん中に向かって閉じていくのが分かりますでしょうか これが、えー、正しいリードの削り方になります。もしこれがこうならずにあの全体がもう同時に閉じてしまうようなリードになってた場合はですね、このリードの大体、あのー、この辺り、えー、真ん中の、えー、両サイドのこの部分、この部分がちょっとまだ分厚い可能性がありますので、またあのプラークを差し込んで この辺りを少し削っていくようにしてくださいで現時点のリードだけの音がこんな感じの音になりますこのようにあの振動音をたくさん含んだ音が鳴るようになりますこれである程度もう完成という形になりますまたここまで来たらですね一旦リードを乾かして 一日置いてからリードを吹いてみて少しずつ微調整をしていくということになります。では、あのリードメイキングということで、あの、ここまでが以上になります。お疲れ様でした。ここからは補足のレッスンになりますので、またどうぞよろしくお願いします。まず、あの、今回、あの、リードの先端を切った時にですね、あの、これぐらいのリードの開きに なりました走者によってはもう少しあの開きが必要な時があると思うんですね。このこれぐらいだとだいぶ狭い開きになりますのでこれがあのリードを組み立てる段階で先端が広がるようにするにはどうしたらいいかという説明になります。この組み立てる時にですねここを 少し、あの、カッターナイフで、あの、面取り、少し、あの、繊維を削ったと思うんですけども、あの、ここのことですね。えー、ここ。ここを少し、あの、カッターナイフで繊維を2、3本削りますという、あの、工程があったと思うんですけども、ここをですね、より、あの、削ることによって、この、えー チューブのの部分がよりあの細くくなっていくんですそうすることによって細くなると第2ワイヤーを支点にしてえ先端がよりパッと開くようになりますのでこの作,作ってみてですねもっと開きが欲しいなと思った時は、えー、よりあのここちょっとたくさん削っていくようにしてみてください。で これを図で表しますと、こんな感じになります。できればですね、あの、第2ワイヤーの位置から根元に向かって、どんどん削る量が増えていくように削っていきます。で、これは、両方とも合計4箇所削っていくことになります。このあたりはですね、あの何度、何本か作ってみて、あの、好みに合わせて、あの、していただければと思いますので、ぜひ、 あの、5本10本と一度リードを作ってみてですね、いろいろ研究してみてください。はい。それでは、えー、リードメイキング以上になります、えー。全部でパート5までありました。今までご視聴ありがとうございました。ぜひ、あの、いろいろと試してみて、研究を進めてみてください。それでは、えー、ファゴト奏者の谷川でした。